こんにちは。こんにちは。こんにちは。わ、たくさんハートとかギフトありがとうございます。ありがとう。わ、星ゆずきちありがとう。キラン。ごきげんよう。ヤッホー、ヤッホーです。のすけありがとう。 I love you。 ありがとう、くまちゃん。 I love you。 のすけありがとう。10周年おはようございます。おはよう。今日はオンラインお話し会です。今日のオンラインお話し会は今日も明日も行く。やった、明日の話し会よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のお話し会のいみさんの方ですね。5部の18時30分からのオンラインお話し会行くよって方いる？行くよって方。ふぐちゃんありがとう。 I love you。ありがとう、ふぐちゃん。お話し会よろしく、よろしく。全部行くから。やったやったね。明日編み込みしてお話し会行く。わー嬉しい。かわいい、絶対かわいい。楽しみ。編み込み、編み込みってさ難しいよね。結構先器用じゃないと今日はいけない。うーん、悲しい。なんで、なんで来れないの。今日も明日もお手柔らかにお願いします。お手柔らかに。こんにちは、こんにちは。これからお仕事頑張れ。これからでもそうだよね、この時間帯。え、でも今日って土曜日か。今日は土曜日。2日連続って嬉しいよね。ね、2日連続お話し会やったやったやった。嬉しいね。今日何時起き？今日はでも8時とかそんな感じ。そこまで早起きではないね。
もう今日の、あ、ゆずきち、ありがとう、くまちゃん、嬉しい、ありがとう。今日のまた夜も配信できそうなのでします。今日のね、ね、10時、夜の10時。やったね、やった。夜の方が来れる方多いかな。そう、イコラブさんのお話し会が、お話し会じゃない、サイン会が今日の10時まであるよね。だから10時からイコラブさんのサイン会が終わってできるので、もしかしたら10時過ぎちゃうかもしれないんですけど、まあ、10時頃から、22時頃からって感じで。学生組が夜できないって言ってたの、それか。そうそうそう。わあ、キラキラ、お星様、レナありがとう、犬さんありがとう。はいはい、友達と飲みに行くの早めに切り上げて配信お友達と飲みに行くの楽しんでほしいよ。ありがとう。でも切り上げてきてくれる？でも10時頃だからそんなぴったりは多分始めれないから、結構過ぎちゃうかもしれない。あ、パジャマパーティー昨日のツイート見た？レノンとアリスとエスカワイさんの撮影をしていただきました。あ、かわいい、嬉しい嬉しい。確かにレノのパジャマ意外だった。確かにかわいい、またいつもと違った、なんかこうかわいい感じのレノンが見れて、バムミ強かった、よかった。結構メイクはパジャマパーティーだったから薄めで、薄めのメイクだった。メイク変わると雰囲気も変わらない。確かに変わる、結構変わる。でまつげは結構ゲンゲン上げていただいて。雄大ありがとう、I love you、ありがとう。アイメイク最高ね、めっちゃ楽しい、楽しかった本当に撮影が。なんかいろんなね、といろんな感じでなんか撮影したのでね、お楽しみに。今日も頑張ってね、ありがとう。今日も頑張るんば。話し会楽しみ、それ当たるといいな、絶対当たるでしょ。夜の配信、塾終わったら見に行くわ。塾偉いね、偉い偉い。いつものメイクも好きだし、そう、なんかねめっちゃメイクで顔が変わるからさなんか濃い時と薄い時の差がめっちゃ激しいからね、誰って感じ。
夜は10時頃ですね。でも10時ぴったり、結構10時過ぎるかな、10時どのぐらいだろう、イコラブさんのサイン会次第ですね。今も配信してて、お話し会、オンラインお話し会今日して、また夜10時頃からショールームして、なんかすごいたくさん交流、嬉しいね。アイミンで元気、元気だよ。なんかさ、元気ってよく言われるけどさ、元気そうに見えない ありがとう、ジュー。休憩中に始まってくれたの、スキー配信ありがとう。幸せな休憩時間ありがとう。貴重な休憩時間見に来てくれてありがとう。休憩大事だね。くまぷ、ありがとう、くまちゃん。ありがとう。仕事しながらのエイミーは最思考。今日支払いし忘れて逃したなんて言えない。嘘でしょ。なんかさ、キャラアニさんの方ってさ、支払い方法難しいんだっけ。結構なんか忘れたっていう方多いよね。アイドル楽しい、楽しそうに見える。交流してくれてありがとうね。こちらこそありがとうね。知らない、めんどいめんどいんだ。変なタイミングなら払えない、大変だ。変なタイミングって例えばどんなタイミング、気になる。ね、私あゆみちゃん見て本当に今日頑張ろうって思えるよ。大好き、やった。あゆみの顔見て頑張ろうと思える、ありがとうね。モチベ、こんにちは。はこんにちは。はキャラアニとフォーチュンって支払いのタイミング違うから忘れちゃうこと。いや本当さ、キャラアニもフォーチュンもさ、そうやって両方こうやって来てくれたりさ、本当にね、感謝でしかない。だってさ、支払い方違うじゃん。で多分日にちも違うからさ、もうわけわかんなくなるじゃん絶対。もうどっちがどっちだみたいな、いつがキャラアニさんでみたいな。もうありがとう、みんな嬉しい。モチベです、本当に。いやもうね、いやみんなのね、みんながモチベです。今日フォーチュンキャラにってなるのあるあるだよね。わけわからなくなるよねそうだよね。
スマホのメモに書いてる。大事、メモるのめっちゃ大事。なんかさ、買いたいものとかもね、メモらないとね忘れちゃうからめっちゃメモに書いてる、何を買うとか。ゴンチャのクリスマス期限限定のいちご、いそうだよな、ね、あーゴンチャか。最近全然なんか飲んでないな。ゴンチャタピオカとかいちごとかあるんだ。なんか最近タピオカを持ってる人多いよねってこの前友達と遊びながら話した。タピオカブーム、再ブーム、タピオカのブームってなんか繰り返してるみたいな。流行っては落ち着いて、流行っては落ち着いて。6人をしてるからメモらないと管理できないだよね。すごい、6人もう分かんなくなるよねさっき喋ってきた、いいね、またかな。そうなんだ、タピオカ好き好き好き、普通に。なんかタピオカ一杯でラーメン一杯分のカロリーあるみたいな、なかったっけ。シーフードパエリアも再ブーム巻き起こしそうね。そう、シーフードパエリアなんかセブンに売ってるみたいな教えてくれた人いてさ、ショールームで買ってみようかな。食べてみる価値あるね。銀が1、そうなんだ、怖ね、怖い。ほなラーメン食べたいな。確かにタピオカ飲むならラーメンか。中華にあるココナッツミルク、小さい白いタピオカ、何それ、分かんない。あーしの中でアイミンずっと流行ってる本当に一途さん。ラーメン食べたくなる。ラーメンか、タピオカオアラーメン、うーん、どっちだ、ラーメンかな。その時の気分によるけど、ヘアアイロおすすめありますか。え、逆に聞きたい。なんかさ、髪の毛を巻いてその巻きをキープしたいんだけど、そのキープするオイルとかありますかね、巻きを。あ、タケッチありがとう、にじー、てて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 てヘイ、うふう、にじありがとう、タケッチ、ゆずきち星ありがとうキラキラ。今起きたら配信始まってて一気に目覚めた、おはようおはようございます。チカッパ祭の大抵出た、今から楽しみね。チカッパ祭のタイムテーブル出たね。なんか意外と早い時間だった。気合でキープ、気合で寝巻き取れるんだよね、すぐ。どうやったらキープできるのか、なんかそういうオイルとかあるらしいけど、どれがいいのか分からない。時間は、
毛がさすごい時とか巻きが取れるから髪の毛ツルツルやで、本当？ありがとう。ちゃんと食べてる、結構食べてる。羽田申し込んでる人多すぎる武道館でいいな武道館絶対まだまだ羽田申し込んでる人多いんだ。そうなんだね。タケノコ派かキノコ派か、キノコかな。なんかタケノコチョコの部分があんまりない気がする。でなんかいやタケノコもすごい美味しいんだけどさ、タケノコのなんかあのクッキーの部分がモサモサしててなんかこうパキッとこう食べれるキノコ派ですね。モサモサって表現やばいキノコ。今日ポキーの日なんだ待ってキノコの山食べてるマジいやタケノコも美味しいよ。一緒だ、嬉しい嬉しいに一緒。サクサク冷やして食べるなのイエス、冷やした方が美味しくなるよね。ポッキーゲームの予定ないよ。もさもさ口に残るの分かる本当？イエイ。もさもさやばっ、やばすぎ。もさもさ。もさもさ。アルフォートさん美味しいよね。アルフォート
じゃがりこ美味しい。じゃがビーは。キットカット。まあ、お菓子ね、美味しいよね。それこそジャガビーもそもそ確かにもそもそしてるけど味が好き。あのジャガビーの薄塩味も好きだけど、なんだっけ、バター醤油味も好き。もそ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 ってなんだ。プッカ。いや、面白すぎでしょ。食感がね、もそもそじゃがりこちょっと硬い。どれも美味しいお菓子は。ギルティ。なるほどね。なんかさ、あんまお菓子詳しくないんだよね。なんか何かスポーツやってた？やってないです。何もしてない。ありがとう。結婚してるいと朝まラッシュありがとう。セッキーありがとう。キラキラ虹さんありがとう。セッキー間に合ったか。全然間に合ってるよ。全然間に合ってる。今お出かけ中。ありがとう。お出かけ中に来てくれて。いきなりさ配信始めたからまあお昼は来れる方が来てくれたらって感じ。椅子のレースが良かったよね。椅子のレース夏あれあのさあれ面白すぎたな。まったり、そう、めっちゃまったりすぎて申し訳ない。まったり配信。ずっと配信して嘘を飽きるでしょ、さすがにうーん
ないよ。本当？まったり配信イズベスト。かわいい。ハートにキラキラんと。本当ね、まったり。あいみんにお年玉って送れませんの？お年玉くれるの？お年玉持ってます。あいみは喋るの好きなの？どういう風に見える？喋るの好きだよ。お年玉っていくらあげればいいかな。確かにあげる側って確かにね。まあでもそんなね、でももらったらもう嬉しいんじゃない？いくらでも。間接的に送るしかない。ね、抜かれるけどね。あゆみ今年はいくらくれるかな？いくらでしょう。多ければ多いほど嬉しいよね。確かにそれはね。なんか最近さ、お金を貯めることももちろん大切なんだけど、使わないことも大切だなと思うようになってね。使わないのも大切。やっぱいくらさ貯めたってなっても使っちゃうともうなくなるからさ、気遣わしてこう。増やすことも大切。それはね。でもそんな増えなくないか全然。まあね、使えばなくなるね。それはそう。でも生きてたらさ、生きてるだけでお金かかるのしんどいね。どうしたらいいんだ。どうしたらいいんだ。時間欲しいの分かる。確かに時間欲しいね。まあ時間でもなんかすごい時間の作り方が上手な方っているじゃん。そういう人になりたいよね。たくさん稼ぐしかない。そんなね、稼げないんだよな。難しいよね。野生に帰る。もう野生に帰る。暇時間でいろいろやれちゃう人すごい。ほんとそう。なんか時間を無駄にするのがすごい嫌だからさ、あの時間でこれできたなって思うのがめちゃくちゃ嫌で、そう、時間無駄にするのは本当に嫌だ。有効活用できたらいいけどね。今日やばい。大阪めっちゃ寒いね。なんか寒いね。今日からさめっちゃ寒くない？自給自足。もうさ、畑作ってさ、そこで野菜を植えて自分で食べて自給自足しようかな。耕す。どう思う？パチパチ拍手飛んできた。
農家さん耕します。リグルス I love you、 ありがとう、 I love you、 ありがとう。リグルス自給自足大変。月曜日あたりから一段と寒くなる。そうなんだ。あとちょっとか、あさってぐらいか。青ネギとかから始めよう。自給自足アイドルもうやだ。そんなアイドル嫌でしょ。何の野菜作りたい？トマト、芋。セッキーありがとう、 I love you。後でお話し会で会おうね。今回もレストランからさせ、レストランからいいね。じゃあレストランから待ってるね。やだやだ。自給自足とか笑うって。野菜できるまでの期間何も食べれない。確かに納豆でいく。一緒に耕す。お暖房入れてない、まだ入れてない。納豆で耐えしのぐ。納豆、大豆、体にいいよね。わらわら。パエリアさえあれば。パエリア、それがなくなったんだよ、パエリアが。海鮮派なのに農業に行くのか。海鮮、そっか、漁師さんに。うん、漁師さんもてか船で乗ってさ魚取るの大変だよね。酔いそう。知り合いのタンプレ送りに行くのでまた来ますわ。あ、いいね、タンプレ。プレゼントって嬉しいよね。でも実際お友達のプレゼントを選ぶとき悩む。これもらって嬉しいかなみたいな、ずっと悩んじゃう。タンプレって何もらったら嬉しい？みんなは。まあでも男女で違うか。うーん、
女の子って何もらったら嬉しいんかな。現金かな。いや現金やったらさちょっとドン引きでしょ。化粧品、そうメイク、化粧品とかさ、でももしかしたらその子がもう持ってるかもしれないじゃん。なんでも嬉しいけど靴下嬉しい。マジ靴下化粧品むずい、好みあるし、香水とか。天城風、なるほどね。なんか LINE ギフトとかさ、あ LINE ギフトとか見たらすごい、あ参考になるなと思って。でも LINE ギフトで送るのもすごいいいよね。香水も好みあるよね。魚、魚とか焼肉。でもなんか友達からお肉、タン、めっちゃさいっぱい入ったタンの、タンが送られてきて LINE ギフトで、めちゃめちゃ美味しかった。焼いて食べた。一枚一枚めっちゃしっかりしててね。いやそういうのめっちゃ嬉しいなと思った。でもその方が、相手の方が料理するかにもよるじゃん。あんま料理しないみたいな人だったらあれだし。そうめっちゃね高級なやつをねくれた子がいたんですよ。肉めっちゃ美味しかった。でも本当にタンの詰め合わせギフト、タン塩。肉なら確かに焼くだけ。まあなるほどね。で女の子とかネックレスとかもらったら嬉しいのかな。自分では買わないもの嬉しい。確かに「アリスちゃんはあいみんからの お魚ありがとう」ってすごく言ってましたかわいい。お魚食べたらしい。ネックレス重い。そんなごついネックレスはプレゼントはしないよ重く感じる。重い、重いのかな。でもネックレスプレゼントでもらったら嬉しいけどね。いまだにつけますよ友達から。もらったプレゼントはずっとつける。魚大好きだし、猫ちゃんじゃん。キーホルダー重量的に、あ普通にあれ心が重いってこと。もらったら ネックレスとあれはコスメとか。まあいっそのこと聞いちゃうの、え聞いちゃうのちょっとどうだろう。まあでも聞いて、聞いたらさでも相手はさ気使うじゃん。いや魚、アリスにあげた魚はなんかカロリー低めで、なんかすぐ、例えばなんかお仕事終わって夜遅くに終わってちょっとお腹空いたって時にすぐ食べれるやつにしましたよ。チン、レンジで、電子レンジでチンとできるやつ。イヤリング、イヤリングあげようとして、じゃあその子が下の子にイヤリングあげようと思って、例えばプレゼント私に会った時にピアス開けてたらどうする。レンジでいけるやついいよね。すぐ食べれるのがいいよね。閉じなさいっていう
強っ閉じなさい。そっかそっか、やばい。もらえるなら何でも嬉しいのに、送るとなるとめっちゃ考えちゃう。それな、そうなんだよ。ブランド物のカバン、カバン、カバン閉じろはなかなか強い。閉じろ。絶妙なタンプリ送って。ピアス開けて開いてない方が辛い。じゃあ開けろって。やばすぎ。やばいやつ。ブランド物の小物で絶対自分では買わないやつが嬉しい。だよね、そうだよね。いいね。スタバギフト、スタバギフトか。でもスタバギフトとかほんと LINE ギフトめっちゃ便利だよね。なんかちょっとお世話になったら「ありがとう」って言ってポンと送ったらさ、相手は絶対嬉しいよね。シーラン、ラインギフトあるよね。ね、なんだかんだラインギフトとか商品券一番嬉しい。あれ嬉しいよね、めっちゃ嬉しい。かわいいクマちゃん、おじやん、ありがとう。カタログギフト送りつけるって言い方、おりゃ。ディズニーのチケット、ああね、嬉しいよね。選べるギフト、名古屋のツアーで会えるといいな。名古屋のツアー楽しみ。ごちそう。ひつまぶしちゃう。食べたいね。でも食べに行くんじゃないから、ツアーしに行くからさ。でも食べれたら嬉しいね。楽しくおがち好き食べに行くんじゃないけどね。でもまあ食べれたら嬉しい。アテナジョイ、なんて読むの。ニアジョイ、ニアジョイ、ニ
あ、ジョ、イ、ニアリーイコールジョイ難しいよね。ニアリーイコールジョイ、ニアジョイ、ニアリーイコール、ニアリーイコールじゃなくてえぐいくらい長いな。味噌カツ食べれなかった、甘い味噌苦手ね、あるよねそういうの苦手とか数字のニアリーイコールってどんな時に使うんだろう。え、ほぼ一緒って意味だっけ。等しい、分かんない、悲しい、自分がバカすぎて。あいみんこんにちは、こんにちは、ちわー、ほぼ一緒。ほぼジョイ、レッジョイ、レッジョイ、ではでは、そろそろまさまさではでは、そろそろランキング見ます。ありがとう、お昼配信にみんな付き合ってくれてありがとうございました。じゃあランキング見ます。13位 FG、 プチ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 。12位アサマ、プチ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 。11位バンビ、プチ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 。10位 TM マン、9位タケ、プチ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 。8位レグルス、プチ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 。7位タケッチ、プチ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 。6位雄大、プチ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 。5位フグちゃん、4位クマプー、プチ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 。3位ノスケ、プチ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 。2位あゆみの奇跡、セッキー、プチ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 。1位はドゥルルルルルちゃん、ニズキチ、プチ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 。ありがとうございました。
18時半からお話し会です。来るよって方お待ちしてます。今日ねお昼からありがとうございました。またそう夜もね配信するのでまたかってみんな思うかもしれないんですけど、夜の10時頃から配信します。来れる行けるって方は遊びに来てくれたら嬉しいです。じゃあみんなお話し会でお話し会行くよって方は行くよって方はお待ちしてますね。みんな配信見てくれてありがとう。では今日はそうキャラーニさんの方だよね、のみみさんの方のお話し会。バイバイ、また後で。バイバイ。